今度は収縮、はい、でこれも同じで、はい、肩関節の、ね、大腱動作がする、はい、脇が開かないように、はい、こういう状態でね、これでですよ、これエルボ、はい、完全に小脇に収縮して、はい、ちょっと真横から見てもらうと分かると思うんだけど、斜めってるよね、斜めってます、これで踏ん張りがないから、はい、これお話ができる。なるほど。これ立ててしまうと、うーっとこうやってなりますね。なるから腹圧もすごい無駄にかかってしまうし、はい、なのでじゃあ押さえちゃおうと。なるほど。でこれがちょうど自分がすごい楽だな、小脇がすごい収縮するなっていうポイントが、はい、ちょうど小脇のど真ん中と肘と、はい、これ使うのがまっすぐ合ってるもんね。なるほど。だからここにしかかかってない。これ。でここでこう下げるとここで終わっちゃうぐらい、はい、終わっちゃいます。なのでここからランチ。なるほど。で足を踏まるように、はい、爆発的に。なるほど。そう。グッと収縮して。ダンベルじゃ無理ですもんね。これなら。ね、骨盤流れないから、はい、めっちゃ効きそうっすね、これ打ち抜くようにあげる。なるほど。一気に引いちゃってで、こうやって使うと、で、もうちょい体前ってね、あ、ここ、こっちで、ここに来て、ここにとにかく肘を引いて、はい、で、はい、入った、はい、入った、入りました。そしたら、はい、そこのパッドのとこ片手で押さえて、はい、はい、あと引っ掛ける、ちょっと見たら、そう、で、打ち抜く明日の打ち抜く、そう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 、明日そう、打つべし、これそう、もうちょっとね、根がいっくり、根がいっくり、で、これギュッと、これ、そうギュッ、そう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 、あ、すごくいい、すごくいい、すごくいい、ギュッ、そうあ、すごくいい、これあのアップだからあんまり追い込む前に教えてください。このグラウンドのローイングがすごい、ね、いいんですよ。そうそう。この前の種目と体の使い方と同じだけども、かかるその可動域の部分が違う。はい。でこれね、種目順番逆だと全然ダメなんです。ダメなんですか。全然ね、入り方がダメになっちゃう。この後にそっちが全然効かなくなっちゃう。なるほど。バカになっちゃって。これをもう一セットやるんだけども、はい、次はターゲットが違くて、
今度は本当にこのマシンの特性を生かしたハイラットなので、はい、楕円筋とか上背を狙うんだけども、はい、足をですねここまで入れちゃう、はい、でこっちはパラレルグリップ、はい、こう、はい、自分がもうよっかかっちゃうこうやって、はい、そう全然こうね辛くないでしょ、はい、これならでこれでこの脇の下を締めるようにいくって、はい、こうだねここでうん肩甲骨は固定して、はい、実際やってみると重いしむずいしね。ここで止めるんですよ。そうそうそう。で、体曲げなくて大丈夫。小脇じゃない。ここまで。ショートレンジで大丈夫。ギュッと。止める。ギュッとここで。脇の下を。ここでギュッと。これ。ここ止めると。そうそうそう。で、体をもっと伸ばしちゃえば、はい、キープできる、キープできる。そう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 。すごくいい、すごくいい、すごくいい、すごくいいよ。ギュッと。これ2層、1層、2層、そう、そう、そう、それ。このストレッチは気にしないで、はい、次やるから。はい。そう、はい。ギュッ、シュッ、そう。はい。あ、はい。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 1,2,3,4,5 OK これはね、はい、ちょっと特殊に作られていて、はい、なかなかね我々みたいなタイプだと、はい、プルダウンで、はい、ストレッチをね、やっぱ抜けちゃうでしょ、中臓からこう、ね、どうしても、はい、まあ肩関節がやっぱり内側にこう向いてるっていうのはまあ問題で、はい、オーバーグリップがあってもここまでは限界だよね。これですると肩が強烈に内旋しちゃうから、でこれがやっぱり骨格構造神経にダメージを与えてしまうので、はい、で、まあ、怪我につながるよね、はい、なので考えたのが、はい、説明するとすごくこう専門用語となっちゃうんで、はい、まあ、やるのが早いと思います。この時に、はい、こう落とす、はい、ね、これ一番最近やったのストレッチの、はい、あれと同じポジションだよね。グッてでここからグッてここ焼きをグッてこう、ね、肩の内転動作を入れたら、はい、で下肢はここにこう入ってるから、はい、骨盤の固定できてるんで、はい、多分おそらくこのポイントですごい収縮、はい、痛いぐらい入るよね、はい、一回これ入れたら、はい、ここから寝顔をかけながら、はい、あ、もう完全にそっち向いちゃうぐらい。そうで、これはわざとこうしてるだけで、はい、力の強化を見るっていうのは基本なんだよね、はい、こうなんだけど一応こう分かるようにこう、なるほどこの意識でグッて入れてこう分かる、はい、乗せるように、はい、グーッストレッチ、はい、でギュッで、ダメだなと思ったら今度こっちに添えて、はい、これでもいいや。なるほど。で、ここ最近はもう経験上、はい、我々みたいなタイプは潰れてから可動域を長く取ると怪我のリスクが飛躍的に高くなるんで、潰れたら可動域を狭くして、はい、ミットとコントラクトで、はい、しかも体の重心を使ってあげます。なるほど。で、これで限界よりも先に、はい、突破するっていう。なるほど。ちょっとだけです。ギュッ、ギュッ、ギュッ、引くときはこっちも引きます。非常に、そうそうそう、どう入った？よし、入った、入った。これを抜かないで、抜かないで、ストレッチ、ストレッチ、ギュッて、呼吸も入れて、で、肘をまっすぐ押して、どう？やばいっす。やばいでしょ？これめっちゃいいでしょ？これめっちゃ入りますね。めっちゃいいでしょ？
もうプルダウンやる気なんないじゃん。なんないですね。すげえ。で慣れてきたら伸ばすときにこの手を見るように手を、力の発揮方向を。はい。はい。そうそうそう。で、あの首はまっすぐいいんだけど、はい、一応こう力ね、そう意識的にそうそう。頭気をつけてですね。はい。気をつけて気をつけて。そう。OK。これすごいですね。すごくいいでしょ。はい。普通のフロントプルだともうこうなんで、うん、あんま入った感じしないですもんね。可動域がね、はい、どうしても取れないんだけど。そうですね。これ4台目なのね。合わなくて。ああすごくいいね。あ、これこっちの黒は左の方がいいね。はい、左入りやすいですね。ね、入る。力の発揮方向が広背筋のど真ん中に来てる。来てますか。で、楕円も連動してるでしょ、すごく。めっちゃ入りますね。ね、左の方がスムーズです。すごく入る。はい。はい、よいしょ。今のはあのさっきと違う方向で、はい、ちょっと工夫したポイントで、収縮した時に軸を完全に揃えられるポイントを覚えられたら、はい、一緒に座っちゃうんです。そうするとフィーコントラクトまでこう、なるほど、自然に入るんで、はい、ちょこれなら関節に負担が来ないから、はい、引く力と膝を上げる力、それに広背筋が関与できるようになるから、肩を支点にして広背筋を機能させる。でそれは抜けないようにしっかりと、そうそうそう、ああいいよ、すごいよ。脇をこう立てることが重要で、はい、で肩甲骨を寄せない、はい、で肩甲骨と肘をつけるような感じで、はい、足は揃えて開かない、はい、こしょこ、はい、
るわけ。おお。毎種目釣りそうなんですよね。お、はい、それしょ、はい、いいね。頭気をつけ、頭気をつけ、もっとね、前に頭気をつけ、そこまで引かない、そこまで引かない、こう肩甲骨を止める、肩甲骨止める、これだけで、これだけで、はい、そう、そこまで、はい、よし、はい、はい、はい、そう、ギュッ、ハムストレッチ、ギュッ、はい、ギュッ、はい、一、二、はい、三、四、ラスト、ギュッ、オッケー。じゃあ今度逆にして脇を締めて肩を落として、はい、でこっちの片足だけ入れちゃって、はい、で肩甲骨はこれ止めて背筋、はい、かけた。で体もってしゃがまないとか、はい、ストレッチしないんで、はい、そうプローバルでそうそうそう、ああいいよ、すごく自分で止めて自分でギュッて、はい、ギュー、そうギュッ、はい、ゲッツォゲッゲッツォゲッテ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 いきなり重くなったっすね、4枚4枚が。今日こんな感じで。はい、ということで、ちょっとあの背中が弱点の、僕で、今日鈴木社長にいろいろね、レクチャーしていただいたんですけど、これなんか自分が、なんすかね、どの種目やっても脊柱起立に入りやすい理由とか、なんか後輩が入りづらいというか、大円ばっかり逃げちゃうみたいな理由がちょっと分かりました。あ、よかった。はい、そうですね、はい、チューブください。鈴木さんの、はい、ちょっとタイプを今日見せてもらって。あ、お願いします。こういうなんか何でもいいので、はい、強めのチューブをちょっと使っていただいて、はい、で、そうですね、これで背中のトレーニング前でも、はい、もっとまめに何回か入れていただいて、はい、ここ引っ張っていって、はい、この状態でロイングしてください。グッて、はい、グッグッグッ、はい、グッ、こう立った状態でロイングするんじゃなくて、はい、自分が寝ちゃって寄っかかっちゃって、はい、自分の体重を支えられるぐらいのテンションでキープしていただいて、はい、ここからこのまま、はい、肘を引いて閉じる、閉じる、これ、はい、これこれこれしちゃってで、その時に、はい、引いたと同時にうまく足を連動させてみて、はい、ハムを使う感覚っていうのが、はい、多分つかみやすいと思う、はい、ああ、悪くない、悪くない、どう、きちょう、きちょう、きちょう、そう、めちゃ入りますね。いいでしょ、めちゃ入ります。で、この動きが、全てにやっぱり生かされてくるんで、はい、この体の使い方が、はい、これをあのプレーエクサで一発目に入れてあげると、はい、より今の感覚で重心作ってギュッギュッ、こういう時もギ
く、なるほど、こういう息もギュッとこう、うん、位置をすごい、なるほど、重心を作りやすい。本当外人選手と同じようなフォームとか、うん、あの感じでやってもやっぱああいうふうにはあの骨格上になりませんよってことですね。まあ、可能性はなかなか難しいと思うし、怪我のリスクがやっぱり格段に高くなると思う。はい、彼らはだって抜けるポイントがないわけで、そこで全力を出してくるわけだから、はい、自分たちは抜けるポイントがあっても全力を出すってことになってしまうと、そうですね、やっぱりじゃあ抜けてる間どこに行くの、はいはいはい、そしたら、ね、対象筋がでかくなればなるほど共同筋はちっちゃいし、神経、関節、骨格構造、はい、そこに流れる負荷っていうのはもう多大なるダメージになってくるわけ でそれがやっぱり蓄積もしていくし、はい、ね、よくケーティ潰れた、腰椎潰れた、はい、股関節潰れちゃったとか、はい、そういうことにつながっていっちゃうと、うん、最後にちょっとあのフィジーク、まあ、鈴木社長あんま見られてるか分かんないですけど、はい、まあ、僕今ロードとオリンピアンを目指してるんですけど、で戦うために何かフィジークに対するアドバイスというか、どうだろうね、はい、鈴木社長なりの。最近やっぱフィジークの選手も、うん、ブランドンとか、うん、めちゃめちゃでかくなってるじゃないですか、うん、であの綺麗さなんで、なんかああいうのとやっぱ見劣りしないために、まあ小池さんの個体性を考えると、はい、やはりですね、細いウエスト系のと肩幅がすごい武器になるので、はい、そこをより強化するようにした方がいいと思うね。なので今日やったような、はい、特にこの背中のトレーニングとか、はい、日本伝来の、はい、まあ、半分パワーっぽいやり方だと、はい、どうしても腹圧が過度にかかってしまったり、で、まあ、可動域がね、どうしてもそれだと制限されてしまって、はい、あの骨格構造にダメージがあり、切開線しないとか、はい、肩が挙上して固まってしまうとか、はい、いろいろその機能不全が起きてしまう、はい、そうするとやっぱり機能的に見えないという体は、はい、V シェイプにも見えないし、立体感も出ないので、いかにやっぱり骨格構造神経負担かけずに筋肉をアイソレーションさせるか、はい、で無駄な腹圧をかけないってことがやっぱり重要になってくるかな、はい、であとはもうボディチェック、はい、毎週毎週必ずボディチェックをして、はい、自分の体がどう変化していったか、どこにどう持っていけばどうなるのか、はい、でその盛りたい部分をどういうトレーニングのアプローチで、ね、無駄なところにダメージを与えずに完成度の高いキレップを作っていく、完成度の高い種目を考えていくかってことをしてやっていかないと、はい、ダメだと思ってね。わかりました。では鈴木社長、今日はトレーニングレクチャーありがとうございました。はい、次はサイヤマンさんあたり連れてきます。楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いや鈴木社長がサイヤさん家に行くっていうのも一つありだと。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。Why you always look so good with bad head? Why you always get everything that you ask for? Why am I the one that's bending over backwards? Trying to get attention, I already worked my ass off. Why does it always take time to make time? We just trying to take flight, fuck a passport. In my bag, I ain't even pack a bag yet. Always spend too much money at the airport. I swear giving no fucks make you care more. Now all these birds flocking around me like a scarecrow. We on a race to the money going barefoot. You think I'm about to take a water break? Hell no. Need a new balance, I'm sliding right out the Velcro. Tread light and touch down like a shell toe. I ain't living life in a cell phone. Shit move fast, better hold on tight till you let go. Slow down, we all know coming soon.